とうございます。本日はとっておきの音楽祭センターへようこそ。音楽の力で心のバリアフリーを目指すとっておきの音楽祭ステージを進めてまいりましょう。ここからのお時間は e ショックの皆さんのお時間になります。仙台市を中心に昨年から活動中、主に80年代から90年代のポップス、洋楽をレパートリーにしているそうです。それでは e ショックの皆さんの登場です。大きな拍手をお迎えください。こんにちは、e ショックです。よろしくお願いします。Thank you.
ルナルゼロ20代前半以来かなと思って、何をそんなに急いでいるんだろう、急ぐんですが、もうねゴールが見えてきましたので非常に急いで頑張ってやっております。でも中高年にありがちな歌詞を見ながら歌うということを一切後悔しておりませんので、やる気マックスでお届けしておりますので、どうぞ最後まで楽しんでいってください。だけどちょっと問題ちょっと引いた。はい、どうぞよろしくお願いします。改めて、仙台市を中心に活動しております、イーショックです。よろしくお願いします。こんな元気に喋れるんだ。初めて聞いた、すげえな。勉強します。はい、びっくりしたね今ね。
横から見られるとめっちゃなんかこう暑さって嫌なんだけどさでもこの間の撮っていただいたやつもアップがあっていろいろ注文年取るといろいろ注文があって今日アップはやめてねって言ったんですけどちょっと遠目でこう見ていただけるといいかなと思いますが阪急折り混ぜて全然違うからねがおりまして、で今会社員やってるんですけど、その子は車椅子なんです。で、その上に娘もおりまして、でその娘がばあちゃんを、私の母、今車椅子なんですが、ばあちゃんをショッピングセンターに連れて行った時に、今日は主人の母も来てもらっておりまして、さっき缶バッジに5000円寄付してたんですよ。皆さんもどうぞ寄付をねよろしくお願いいたしますね。はい、母はもうビンビン元気なんですけれども、うちの母はもう車椅子なので、その娘が、ショッピングモールあるって言ったら、みんなすごい親切で、なんか微笑ましいって言って見てて、なんか弟をしてる時と全然違ったって言ってて、でなんでかなって思ったんですけど、なんかその見ちゃいけないみたいなのあるんですかね。どうしてもなんかその日本って昔からその障害者をこうなんだろうな、隠すみたいなところがあったせいなのかな。まあ、私は逆にもう世の中にうちにこういうのがいるって知らしめたくて、町内会でも娘のイベントとかでもね必ず連れて行ってたんですけど、まあ、その
なんだろう、でも手を貸してほしい時って、例えばそのベビーカーとかがあの辺ではまってたらこうスッとみんな手出ると思うんですけど、なかなか車椅子の人にこう手出すのって難しいのかなと思うんですよ。で、まあ、でもあのお年寄りに席譲る時って私はそんな年寄りではないってなんか言われるかなっていうリスクがあるじゃないですか。でも多分車椅子の人で困ってる時に手を貸して私は障害者ではないってなんか怒る人は多分いないような気がするんですよね。だからあの皆さんもぜひそういう困ってるなっていう障害者の人がいたらぜひこうねパッと手を差し伸べてもらえたらあの優しい世界になるかななんてちょっとなんかシーンとしちゃったけどさ、まあね、そういうとっておきなるでしょ話をしてみます。はい、ありがとうございます。ってことでこれさ、カイトさ、私どっちに行ったらかもこっち、はい、はい、ドラムってね、割とあの私の影になってしまうことが多いので、言われたそんな気もするわ。
before。